使徒の働き17。なぜクリスチャン帝国の初めに僧侶が設立されたのか。3分。4世紀以降、クリスチャンローマ帝国の初めに僧侶が設立されたのはなぜですか。だからここに簡単にイベントがあります。コンスタンティヌスと呼ばれる皇帝はこの神に、彼の親族の中には崇拝する神として、彼が彼に勝利を与えればクリスチャンになることを約束しています。そして実際には、彼の軍団の盾にキリストのシンボルを描いてもらうことによって、彼は勝利を得ました。そこで彼は、キリスト教の宗教がローマ帝国で承認されるようになると決定しました。そして次の皇帝はそれがローマ帝国の宗教であり、異教は禁止されていると左右でしょう。その日から、明らかに、彼の命を危険にさらさなくなったので、数千、おそらく数十万のローマ市民がクリスチャンになります。したがって、もちろん、以前はクリスチャンになることで、ライオンと一緒にサーカスで死ぬことができたので、クリスチャンになる人は同じ熱意を持っていません。献身者である古いクリスチャンは、衰退、信仰の質の喪失を残念に思い、突然彼らは絶対を求めています。そしてそれを見つける方法、絶対。彼らはそれを福音書で見つけます。一部の人々は自分自身を神の国のために自分のものにします。そして現在、どこでも、そして特にエジプトでそれは強く似ていた古代の宗教のために特に瞑想的な国です。イシスとオシリスの崇拝において、キリスト教においてどこにいても、人々は全てを残してそうとなります。しかし、彼らは当時の考え方を彼に残しています。彼らは僧侶のようにはなりません。彼らは栄養スマトな僧侶になります。スタイライトの外観が現れたのはその時でした。柱の上に立つ人々、古代ローマの建物、と彼らは祈りのために1日と月と年の間そこに滞在します。そして、上がるバスケットを通して彼らに食べ物をもたらします。多くは拷問の道具で覆われています。聖シメオンは、快適に暮らさないようにこれらの道具で覆われていたため、エンフィラスと呼ばれるスタイライトを思います。神に身を委ねるこの方法は、単純な理由で機能します。実際、絶対に夢中になっているこれらの魂は、一瞬で死に行く殉教者の問題であったとき、その準備ができていましたが、それははるかに困難な殉教です。私たちが祈りと熱心にとどまらなければならないのは何としもの感です。非常に多くのほとんどのひび割れ、激しい精神的な砂漠にいり、もはや祈ることができず、ネズミのように退屈し、修道院生活を離れるが、そこで謙遜さを学び、他の人々、神の愛を持ち続けたいなら、適度な生活が必要であり、インテリジェントな修道院のルールを発明する必要があることを発見してください。これは、特にエジプトでは、しかし西洋でも、神に完全に封建されたが、人間の本性に適応した生活に適応した修道院のルールが生まれる方法です。